皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日お届けするテーマはですね、前回の動画の続きなんですよ。まあ本当はね1本でお届けしたかったんですけども、長くなってしまいましたんで、ちょん切って2分割して2本立てにしたんですね。前回の動画というのは何かというと、小栗旬くんの生命鑑定の結果なんですよ。で、今日は、奥さんである山田優ちゃんの運勢と、そして山田優ちゃんと小栗旬くんの相性、その辺をですね、占ってみましたので、その結果をお届けします。まあ、いずれにしましても、前半の動画もご覧いただいた方が、より楽しめると思いますので、まあ、先にね、今回のこの後編をご覧になってからでもいいけど、できれば前半の小栗旬くんの生命鑑定の結果なんかも合わせてご覧いただきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、前回の小栗旬くんの動画なんかも、お見逃しなくご覧になってみてください。それでは本題に入りたいと思います。まあ途中からになりますけれども、前回の動画の続きご覧になってみてください。続きまして丸3番山田優ちゃんのですね、運勢と相性を見てみましょうか。ご覧ください、スタイル抜群ですよね。かなり寄せてますけどもね、谷間があるように見せてますけどもね。はい、すいません。山田優ちゃん、こちら旧姓ですよね。今はご結婚されて、小栗優になってるかと思うんですけれども、やっぱり山田優ちゃんもね、一文字名ですから、このように零数プラス1が影響します。そしてね、今回このように紫にちょっと表してみたんだけれども、その零数、外ね、外角4。ここが、厄難、迷惑、嘘つき、早死にってさ、これ非常に最強数なんですよ、4角って。もう、4っていう数字はさ、日本語の文化圏で生まれ育った人だと、もうこの4っていう数字をパッと見た瞬間に1秒もないうちに 0.1 秒ぐらいでちょっとゾッとするもんなんですよ、無意識的にね。そんな感じで、漢字とか文字とか数字には言霊って言って、まあその、なんだろうな、印象力って言ってるんだけども、このパッと見た時のそのゾッとする印象とかね、2っていうのをチョキンとこう分かれるようなね、この印象力、そういったものがもう、言霊として数字や漢字に宿されているんですよ。例えば、まあ言っちゃうと、この山田優ちゃんの優の字、これはいつかこちらの動画、こちらの動画でね、これが大阪のカラオケパブをね、経営している可愛い女の子が、まあそのお店の店内で、まあこういうことにあってしまったんだけれども、まあこちらの動画でね、詳しくこの、使っちゃダメ漢字、間の字も優の字も使っちゃダメなんですよっていうのをね、詳しくお話ししてます。いいですか？これ、間の字も優の字も、これ不吉で使っちゃダメな漢字なんですよ。でも使ってる方多いですよね、これね。とてもなんかこう、真実の真だったり、優しいっていう字だったりするから、いい意味なのかななんてね、思ってみんな使っちゃってるんだけれども、これ名付けには使っちゃいけない漢字なんです。そういった部分もね、このスガッティチャンネルをご覧いただきながら、一緒に学んでいけたらと思っておりますんで、チャンネル登録ね、必ずよろしくお願いいたします。さあ、この使っちゃダメ漢字、ゆうちゃん。どうなんでしょうね。まあ、双角はね、いいですよね。25角は、これ結婚してさらに運勢がアップする、ジャンヌダルク数という数字なんですけどもね、女性には20丸の数字です。男性には吉、女性には大吉って言っていいでしょうね。ただ、やっぱね、これね、20に20。このね、20と22のコンボ、これ持っちゃうと、これ別れの象徴とリセットの数字ですから、これちょっとね、心配なんですね。異常なほど離婚率が高い数列になっております。で、この双角25角もね、結婚して運勢がアップしやすい数字ですから、女性にとってはね、20丸なんだけれども、とはいえ、こういう数字とのコンボだったり、あとは結婚後の画数ね。あ、ちょっとごめん、その前に、この名字足す名字の合計8画、山足す5が8画だけども、これ、影響していませんって書いてあるけど、これはね、影響してるんですね。どうしたかっていうと、ここにほら、18あるでしょ。この18とこの8は、同系列なので、同系列の同じような近い数字なので、意味合いのね。だから、これは影響してますね。ごめんなさい。今書こうかな。はい、書き直しました。これね、8角は影響してあります。あ、ごめん。記号書いちゃった。あのね、スガッティ実はね、こうやって設定してるんですよ、iPhone のね。で、何かっていうと、この数字を入力すると、もうこの数字ごとの特徴がつるって出てくる設定にしてんの。で、そこには、普段はね、ここ、ブラインドっていうか、いちいちすがって一個一個消してるんですよ、この記号をね。これは、吉数の記号なんですよ。大吉数は20丸にしたり、吉数は丸だったり、大凶数は×だったり、こう、×印がね、ここに入ってるんです。それ、いちいち一回一回消してるんだけどさ。だから、この20なんかも×、22も×印がね、実はここにあるんですよ。このね、設定、ちょっとお見せしようかな。例えばね、じゃあ、22出してみようか。ここね、今、何も入力されてない状況に戻してみました。ここへ、22ってね、打つんですよ。22。はい。
そうすると、このように、ほら、こんなに簡単にね、入力できるようになってるんですね。で、その都度、スガッティはこの×を消してるの。×とか丸ってどういう時に使うかっていうと、赤ちゃんの名付けの時に使ってるんですよ。赤ちゃんの名付けの時はもうね、あからさまに丸とか×とかで、奇数、虚数っていうのを、はっきり表記してんだけど、まあ、こうやってね、もうすでに名付けられちゃってる人を生命鑑定するときは、スガッティはね、丸とか×とかっていうね、評価の仕方するのもちょっと失礼かなと思って、丸とか×とかは消してるんですね。はい。その代わり、赤ちゃんの名付けのときは、こっちの、記号から後ろ、健康の部分をね、ちょっと消してるんですよ、逆にね。はい。それは、やっぱりね、どんな画数も、やっぱり、落とし穴ってありますから、だからそれがちょっと、大吉のさ、例えばですけれども、こういう六角のね、大吉数の健康運の中に酒好きとかさ、あとは大吉数十六角の健康運のところに神経質とかってあるとね、なんかそれが引っかかって、あ、じゃあ十六角はやめとこうかなとかっていう風に躊躇しちゃう選択をしてしまうことを避けてんの。だから、名付けの時はね、この健康運の部分はブラインドしてるんですけどもね。だってこういうのが見えたりするのも逆に嫌でしょ？分かってても嫌ですもんね。はい。だから、そんな感じなんですね。スガッティのこれは工夫でございます。スガッティ門下生の皆さんもですね、その辺の配慮とかね、自分なりにしてみて、いい案があったらちょっと教えてください。スガッティもそれ使わせてもらったらななんて思います。そして、愛称ですね。山田優ちゃん、結婚して今は、小栗優ちゃんに変わっております。こちらですね。これが結婚式の写真なんですって。おしゃれですね。よく見るとね、ここに鶴瓶師匠と木梨さんいるんですよね。はい。なんか乾杯の挨拶かなんかしてくれてるんでしょうかね。はい。いいじゃないですか。ラブラブですけどもね。でも、ご覧ください。20、30のこうコンボなんですよ、今度は。もともとね、小栗優ちゃん、あ、小栗優ちゃんつか、山田優ちゃんね。ここ20画持ってますよね。で、また持っちゃってるんですよ、これ。さらには、双角が30角。これ大切なものを突然失う数字ですよね。だから、夫婦関係を失うかもしれないし、お仕事を失うかもしれないし、お子さんを失うかもしれないし、自らの命を失っちゃうかもしれない。そういう、ちょっと、ハイリスク、ハイリターン数ですからね。ハイリスク、ハイリターン。どういうことかっていうと、自分に、こう、大きくね、こう、リターンがあったり、成功とか、いいことがあると、身内にね、悪いことが飛び火しちゃったりするんですよ。ちょっと嫌な数字ですよね。だからお子さんを必ずね、結婚してこういう数字になってしまったからには、やっぱお子さんの画数、大吉ネームにしないといけないんですけれども、でもね、大凶の親は大凶の子を名付けやすいんですよ。このように大凶だったり、小栗旬くんもちょっと大凶なので、多分ね、小栗旬くんと山田優ちゃんのお子さん、ちょっと男の子なのか女の子なのかも知らないけど、多分もう8歳ぐらいだっつったかな。ちょっと、おそらくね、大凶ネーム名付けちゃってるんじゃないかなと思うの。で、一番心配なのはまたこの一文字名にしちゃってんじゃないかなと思うの。パパもママも一文字名だから、一文字名にしましょうなんつって、お子さんにも一文字名やっちゃうと、お子さんもこの、嘘つき早死に数四角をね、背負っちゃいますから。これ、名字の一文字目が三角のご家庭は、絶対に一文字名にしてはいけません。これ、名字の一文字目が三角だと、一文字名にすると、漏れなく、零数プラス1たす3だから、外角が外たす外でしょ？そうすると3たす1、漏れなく4角がついてくるの。だから山とか、小栗のお、小さいとか、だから大小とかね、山とか川とか、上とか下とか、あとは何があった？ね、丸とかもそうかな？そう。そういうね、いますよね。小林さんとかね、川上さんとかね、下村さんとかね、そういう苗字の一文字目が、この画数3の苗字に生まれた赤ちゃんには、こういった一文字名を名付けてしまうと漏れなく、嘘つき早死にの厄難数4画が、背負わせてしまいますから、これ絶対にやっちゃいけませんってこと。はい。そうですね。あとは、これ17、27で、これ喧嘩のキーワード、目立ちますよね。ここにも喧嘩、喧嘩。で、別れのリセットでしょ？で、突然失う30画でしょ？で、出生名もね、別れの象徴でしょ？で、ここにも喧嘩があるでしょ？そして戦う戦士でしょ？ちょっとね、まあ、山田優ちゃんの喧嘩と、そして、小栗旬くんのね、まあ、こういう、ちょっと精神がアップダウンしやすい、感情のアップダウンが激しい部分とか、あるいは女関係やお酒関係の失敗、その辺がですね、別れの、まあ、キーワードになってくるんじゃないかなと思うんですよね。では、どんなラブラブカップルにも、どんなおしどり夫婦にも必ずある別れの周期というのをですね、ご案内しましょうか。この、どんなラブラブカップルにもどんなおしどり夫婦にも必ずある分かりやすい白曲の周期っていうのは、これはね、画数だけじゃなくて、
今期は破局の周期は生年月日、これも占うんですよ。で、二人のですね、生年月日も見させていただいた感じですと、こんな感じですね。はい。2022から2023年が、このお二人の愛情を引き裂くエネルギーがピークになります。ご注意ください。はい。2022から2023年。ただね、これ、どんなラブラブカップルにも、おしどり夫婦にも必ずありますから、なのに、ほら、離婚してない夫婦って3分の2ぐらいいるんですね。まあ、残念ながら3分の1は、この破局の周期に従って、別れちゃってるんですけども、3分の2は、占いが外れてるんですよ。で、どうやると外れるかっていうと、まあ、もちろんね、二人の心がけ、あ、この年とこの年、特に注意しなきゃなって分かって心がければ、二人がね、回避できます。あとは、赤ちゃんの名付けで、大吉ネーム名付けるの。そうすることで、この破局の周期のエネルギーが緩和されるっていうかな、中和されるっていうかな、はい、弱くなって、別れにくくなってくれるんですよ。そういったことで、三分の二は、この占いが外れてるんです。占いってこのように必ず当たるもんじゃないですから、時に外れる、3分の2ぐらい外れてますんで。だから、小栗旬くんと山田優ちゃんのね、ご夫婦も、この2022、2023は非常に、破局しやすいですけれども、なんとかね、これを回避してほしいと思います。スガッティチャンネルはご覧いただくだけで誰でも楽々簡単に生命判断を習得できちゃう動画を配信しております。今すぐチャンネル登録してスガッティ門下生になって、これから配信された動画を見逃さずにチェックしていただきますと、皆さんも簡単に生命判断を習得できちゃいます。数字ごとの特徴をね、メモメモすれば、こういったね、数字ごとの特徴は変わりませんので、これを覚えてもらえればですね、あとは計算の仕方とか、漢字ごとのね、特殊な漢字の画数数え方するね、漢字があったりしますんで、そういうのをスガッティチャンネルでご案内しますんでね、それを学んでもらうと、誰でも簡単に生命判断できるようになっちゃうんですね。こんな感じで、生命判断は、こういった特別なね、スピリチュアルな能力とか、なんか難しい知識とかいらないですから、これ覚えてもらえれば簡単に、生命判断皆さんもできるようになっちゃいますね。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてご自身の周辺にね、大吉ネームの人たち増やすと皆さん自身のね、運勢もアップしますので、お近くに出産を控えてらっしゃる妊婦さんとか新婚の夫婦とかね、あるいは占いしてほしいななんていうね、占い希望の方いらっしゃいましたら、ぜひこのスガッティチャンネルを教えてあげてやってください。はい、それでは今日はこんなところでしょうかね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。見終わりましたら必ず忘れず、いいねの高評価ボタンもお願いします。それではまた次回お会いしましょう。